はいどうも、ゲニーです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンティラッシュをやっていきまっしょい。ということで、 はい。てなわけで、新環境、シャンクス環境ですね。シャンクス環境になって、もう早1ヶ月皆さん経ちましたよ。はい。まあね、一番当初に上げてた最強キャラランキングとね、もうだいぶちょっと変わってきたかなと、えー、個人的には思ってるんですね。まあやっぱキャラクターの使い方だったり、あ、ここめちゃめちゃいけたじゃんとか、あと新キャラだったりね。はい。そういった意味で、今回はですね、最強キャラランキングトップ10プラス、 アルファーをやっていいいはい、きたいいと思ます、あ、個人的な見解になってくるので、まあ、皆さんもね、思われるとこあると思うんですけども、そこはご了承くださいと。はい、なんですけども、今ね、ランカー圏内でちょっとやってるんですけども、いや、マジでね、本当にうざさランキングにしてもいいぐらい <laughs>、うざさランキングトップ10になってくるかもしれないですね。はい、てなわけで、早速ね、最強キャラランキングトップ10いきたいと思います。一応トップ カプテルに関してでいうと勝率はいこちらを重視して考えておりますそれでは行きましょう第10位このキャラクター 海賊王、ゴールディール、ロジャーですね。はい、このキャラクターになってきます。うん。まあね、今の環境で言えば、まあ、きついのは赤犬、そして、えー、四季、マと、歌ですね。はい、ここら辺が環境のキャラとしては結構きついキャラクターにはなってくるんですけども、やっぱりチャンクスに対してワンパン特性ね。はい、ワンパンできちゃう、このロジャー、ノージルダラダラ王なんですけども、まあ、心ここが妥当かなと、えー、個人的には思っております。まあ、本当にでもね、ちょっときつくなってきてるわ。間違いない。 うん、これに関しては間違いないんですけども、やっぱり王たるゆえん、はい、えー、まだまだね、最強キャラランキングには入ってほしいキャラクターですね。はい、ということで今回はですね、第10位は海賊王ゴールディ・ロジャート。さあ、続いてなんですけども、これ、えって思われる方いると思うんですけど、いや、これガチなんですよ。はい、これガチで第9位、はい、えー、フィルムネットの波です。 はい。俺出てきたときね、めっちゃ酷評したんですよ。おそばマスクよりこれクールタイムクソ重いやんけって思ったんですけど、いや、これほんっとにマジで、あのー、強いというよりかはゲッターとして優秀。マジで。<laughs> これ、マジで優秀なんですよ。うん。それがね、俺気づけなかったね。出た時に。全然気づけなかった。ただ消えるだけじゃんって。<laughs> お蕎麦と一緒じゃん、みたいな。はい。お蕎麦の方が絶対あの環境シャンクスと合わせていけるじゃんって思ってたんですけど、いや、マジでフィルムレッドのナビめちゃくちゃゲッターとしていいです。これ多分ね、チャンピオンシップの大会とかでも絶対に起用されるキャラクターですね。はい。まあ、なのでね、ぜひとも皆さん、あの、ミニマップの見方、あの、波が出てきた瞬間のミニマップの見方ね、今から特訓しておくの、めちゃ ちゃくちゃありだと思います。必ずこれチャンピオンシップ出てきます。はい、てなわけで今回フィルムレッドのナミですと。とはいさあ続いてなんですけども第8位ですね。第8位はこのキャラクター持ってません。はい、第8位。位 オソワマスクですね。このキャラクターですね。うん。シャンクスと組み合わせやすいっていうのもあるし、ゼファーの裏もそうだし、そしてやっぱりステルスね。はい。もう、お波と一緒、お波じゃない、フィルメレットの波と一緒です。めちゃくちゃめんどくさい。で、特にワノ国とかね。うん。ワノ国、えー、鬼ヶ島ステージかな。はい。あのステージ見失うね。めっちゃ セミウシ見失う。はい。これ皆さんあると思う。この二人に関してで言うと、マジで気をつけないといけないゲッターですね。うざキャラナンバーワンです。このキャラクターたちが。はい。えー、カミカミですけども、いきます。はい。ということで、えー、第8位はオソーマスクと。はい。で、えー、続いてなんですけども、はい。第7位ですね。第7位は、このキャラクター。 フィルムネットの歌ですね。はい。まあね、ここにいるから、歌って、あ、7位ぐらいいや、じゃないんですよ。じゃないんですよ。この上が凄す,すぎるっていうのがえ事実です。はい。この上にいるキャラクターたちが凄す,すぎるっていうのが事実。なので、こいつで言えば、もうほぼフェス界最強の、えー、キャラクターですね。はい。フェス界最強のキャラクターになってきます。うん。まあ、歌ちゃんね、もう、 使ってる人からしたららめちゃくちゃゃく見られるの嫌、うん、しかも、裏取り行ったとしても、やっぱり通常移動が早い分、すぐに対処できてしまうっていうものがあって、で、無駄回避してしまうと、歌うタになってしまったり、はい、これはね、本当に厄介。そして、シャンクスを使ってても思うのが、えー、やっぱりスキル2でワンパンですよね。はい、そういったこともできるキャラクターだし、まあ、ゲッターも見れるし、シャンクス、現環境の最強のキャラクター、シャンクスを見れてしまうっていうのがね、えー、まあ、高評価なポイントかなというふうに 思います本当に俺はいやゲッター使ってて一番見られたくないの歌ですはいっていうぐらい鬱っしいですねはいということで7位が歌ちゃんとさあ続いてが第6位になってくるんですけども第6位はこのキャラクター フィルム Z のゼファーですね。はい。これはですね、本当に、れ PS めっちゃいると思う。このキャラクターに関してで言うと。はい。で、本当にね、強いんだよ。強いんだけど、しくってしまうと終わってしまうキャラクターなんですけども、まあ、ブースト中のシャンクスにね、あの、皆さん結構スキル1でワンパンされたりすることもあると思うんですけども、やっぱりね、敵ブースト中にダイナガン、そして無敵スキルを置いておくことによって、こいつの価値がさらにぐんぐん上がっていく。ぜひとも皆さんね、ダイナガン、えー、だったり、あの、無敵スキル、 えーと敵ブースト前まで敵ブーストが来るまではしっかりとね残しててほしいですねはいこれはですねあのめちゃくちゃリーグいってと思いますはいなんですけどもやっぱりこのキャラクター本当に強いマジで無理だもん普通に考えたら無理なんですよ取るのめちゃくちゃ無理で今特に赤犬と式使ってるんですけどまあ無理なんですよ <laughs> <laughs> 赤いのとか絶対無理なんで。はい。ええー、と、まあね、それぐらいね。ええー、まあ見れるキャラクターで。もうほんと、しかも集団戦に対してはめちゃくちゃ強い。終盤 C 旗にゼファーいたらもう諦めないといけない旗ナンバーワンです。はい。っていうぐらい強いですね。はい。で、あとね、フィルム Z のゼファーね、結構ちょっと思っちゃうのが、ええー、と、まあゼファー使ってる人からしたらね、あの、中に入られちゃうと結構困っちゃうんですよ。はい。一人でいる方のがこいつめちゃくちゃ強いので、あの結構まあリーグで あのまあ、一緒にねあの守ってあげようって形で、ね、中に入ってる方はいると思うんですけどもゼファー r はねぼっちの方がえ強いのでぜひともゼファーの後ろえお宝エリアの後ろで待機してあげるとですねゼファーはにっこりどころです。はいということで今回第6位がゼファーでしたと。 はい続いてなんですけども第5位これもねちょっとね賛否両論あると思うあると思うんだけども543に関してで言うとここはねもうほぼ一緒ぐらいうん一緒なんだけども俺がえ今リーグ行っててあの上の人たちと戦ってて思うのがこの順番かなはい行きます第5位ごめんなさい光月おでんです はい。えー、シャンクスの裏に、えっ、ー、と、まあ、つけてることが、まあ、大半の光月おでんなんですけども、やっぱりね、あのー、まあ、結局、シャンクス、赤犬が守ってるわけですよ。それから、このおでんが、その旗を取ろうと思ったら、結構むずいんですよ。いや、っていうか、むずい。うん、普通に考えて、多分皆さん思うと思う。赤犬とシャンクスに守られてたら、まあ、取るのむずいじゃないですか。うん、っていうのもあって、えっ、ー、と、今回ですね、えっ、ー、と、まあ、おでんで、しかもね、 桃源と塚、最強の桃源と塚がもうね、封印されてるのと一緒じゃないですか。はい。で、やっぱりあの、もうガンモドキでシャンクスやっていくしかないっていうところなんですけども、やっぱまあ、それがきついんだよね。うん。やっぱ敵として見ててもきつそう <laughs>。って思いますね。ただやっぱり超フェスとしての、えー、価値はね、やっぱりあるから、ええー、と、まあ、回復ブーストもあるしね。はい。ええー、と、光月ズ業ではまだまだ腐らないと思います。 はいで続いてなんですけども第4位ですね、第4位、このキャラクターです。 カイドウの息子、ヤマトですね。はい。まあ、今、赤犬を使ってるから、なお嫌だっていうのもあるし、で、シャンクスからしても、おでんよりか間違いなく嫌だと思います。もうなんでって言ったら、カウンター引いてしまうと死んじゃうから。はい。えー、っとね、あの50、50%特に切ってしまってる、えー、っと、ヤマトのカウンター引いてしまうと、ワパーンってされてしまうし、はい、っていうのもあるから、まあ、それですね。まあ、そこが結構、えー、要因としてある。だから、今の環境で守ってるシャンクス、犬、ここからですね、 しっかりと旗取れる可能性、おでんよりかは俺間違いなく高いと思ってます。はい。まあ、なので、えっと、ちょっとヤマトの方のが、えとちょっと価値をね、ちょっと上げました。はい。まあ、ただね、ゼファーからは取れないんでね、あの、結構ゼファーのところにヤマト突撃と交代しに行く人いると思うんですけども、あれはやめた方が俺はいいかなと、個人的には思います。はい。てなわけで、えっと、ヤマトがね、えっと、まあ、4位にランクインと。はい。じゃあ、トップ3いきたいと思います。 はい。第3位。これはね、納得すると思う。第3位はこのキャラクター。はい。ストロングワールドの四季ですね。はい。このキャラクターよ。はい。このキャラクター、マジで強い。マジで。多分、シャンクスが一番ゲッターとして見たくないのがこの四季ですね。はい。で、赤犬もね、俺、まあ、 あの、指揮対面するんですけども、一回通常食らってしまうとすぐ無敵剥奪されるんですよね。で、距離取られて、で、起き上がりざま指揮、あの、あれでしょあのー、残パでしょはい。で、大ダメージ受けてしまうっていうのがあるんですけど、か結構ね、戦いづらいんですよね。うん。うん、食らってしまったらダメ。通常食らってしまったらダメって結構痛いっすよ。うん。で、シャンクスも、えっ、ー、と、残パとかでね、えー、やられてしまうし、で、結構ね、スキル2とかで移動もできるし、はい、っていうのもあって、えっ、ー、と、 今回です、ね、一番やっこいのもう間違いなく今四季だと思いますはい間違いなく四季ですね超フェスのゲッター達よりはいもうこれはね多分えー、これは間違いない <laughs> これはもう間違いないと思いますはいなので今回ねトップ3四季に、えー、させていただきましたはいということで続いていきますはい第2位にいきます第2位 はい、えー、海軍本部、元水、赤犬と、第2位はもうこのキャラクターですね。はい、今使ってるんですけども、まあ、めちゃくちゃ強い。 強いですね。こいつもすごいね。うん。やっぱりね、シャンクスが4枚いた時は、もうちょっとあの、泣きそうになるんですけども、泣きそうになるけども、えー、やっぱり強いですね。まあゲッターを見れるっていうのもある。うん。で、やっぱシャンクスもねと、頑張っては距離、距離を取っておけばね、しっかりと戦っていける。うん。っていうのもあるかな。まあ、だから平均して、あの、万能ですね。アタッカーとして、やっぱりこのキャラクター。うん。まあなんでね、えー、今回、赤犬、えー、第2位に、 えー、しております、まあ、ここを皆さん納得していただけるんじゃないかなというふうに思います。はいで、えー、第1位ですね、もう飛び抜けての第1位です、このキャラクターは。はい、えー、第1位、はい、もうフィルムレッドのシャンクスと、だからね、このもう2、3、4、5ってね、あのまあ、犬、式おでん、ヤマトってあったと思うんですけども、そこより顔1つ間違いなくこのキャラクター出てます。はいいで強いこのキャラクター <laughs> 本当にマジで強い <laughs>。まあ、あと、次の4周年が1月まではですね、もうシャンクスに悩まされる、えーと、あとね、数ヶ月になってくるとは思うんですけど、マジで強いわ。もう本当に嫌だ。もうシャンクス恐怖症です <laughs>。マジで。俺、しかも、今シーズンシャンクス使ってないんで、めちゃくちゃ使いたいリーグで、マジで無双したいっていうぐらいにはもうシャンクス使ってる人が今めちゃくちゃ羨ましい。 ぐらい、もう、このキャラクター、マジで強い。うん、本当に強いっすね。はい。なので、まあ、ぜひともね、次、復刻とか来たらね、えー、まあ、次になったらね、環境、えー、多少なりとも変わってるとは思うんですけども、まだね、環境1位走ってるのであればね、ぜひとも皆さん、復刻の際引いてみてください。はい。ということで、一応これがですね、俺のトップ10になってくるんですけども、いやね、結構ね、納得していただけるところあるんじゃないかなと、えー、個人的には思っております。はい。そしてですね、プラスある アルファーになってくるんだよね。はい、プラスアルファーで言っていくとやっぱりこのキャラクターだね。はい、ワノグリマルコ、うん、ワノグリマルコですね。<laughs> はいあー、ただね、やっぱね、シャンクスとかあの赤犬とかたくさんいるから結構旗握ってもね、もう大ダメージ受けて結構すぐピエンになってる、えー、マルコが、えー、しか見てない。<laughs> <laughs> まあ、たまになんか頑張って抜き切れてるかなっていうところあるんですけども、やっぱ大ダメージ食らってる分、本当に保てても数秒とかね。はい。っていう形になってるぐらい、まあ結構しんどそうと。うーん。まあだからやっぱりお蕎麦とかね、えっ、ー、と、おでんで、まあ四季とか、まあこういったキャラクターの方のが、まあ、まあ圧倒的に使いやすいかなというふうに思います。はい。まあ多分マルコとか使うんだったら、本当フィルムレッドの波とか使った方のが、間違いなく勝てると思います。はい。もうこれは間違いなく勝てるかなと。 え、個人的には思いますね。やっぱね、消えられるステルスって、せこいよ。<laughs> せこいって言ったらあかんけど。あー <laughs> あの、マジで、わかんねえもんね。ほんと。あの、特にね、こまごました、あの、鬼ヶ島ステージとか、マジでわからん。鬼ヶ島ステージとか、ワノ国とかね。まあ、あそこのステルスケアは、本当に何回も受ける、やっこい。やっこすぎる。はーい。まあ、てな感じなんですけども、まあ、プラスアルファーは、マルコ一匹になってきますからね。まあ、他に関して言うとね、まあ、カイドウとか、ユメルフィーとか、レイリーとかいるんですけども、さすがにね、うん、環境厳しいっすね。めちゃくちゃ厳しいと思います。はーい。まあ、そのな中で、 でえー、こんな、えー、順位になりましたので、ぜひともね、皆さんのね、えー、俺はこんな順位だ、俺の1位は外ンだっていう方はねですね、えー、ぜひともね、コメントくれたら嬉しいかなというふうに思います。はい、ということでですね、今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。